セブン&アイ・ホールディングス。背景安室奈美恵様、あなたと過ごしたクリスマス、私たちセブンイレブンは大きな大きなプレゼントをもらいました。それはたくさんのお客様の笑顔です。日本中の笑顔との架け橋になってくれたあなたにありがとう。そして2019年、セブンイレブンは沖縄に店舗をオープンいたします。